こんばんは。これさ、ちょっと待ってよ。ちょっと3秒お待ちください。ちょっと待ってね、3秒待ってね、3秒待ってね、借りてきました。土台を。森島杏里の生誕祭ってもう発表されてる？誰か教えて。森島杏里の、あ、置けた。事務所です。事務所です。こんばんは。お、されてるらしい。なんかフライヤーがあったので、後で宣伝しとこちょうどなんかヨヨヨのサンリオのやつもあったし、バンビの忘年会のフライヤーがちょうど目の前にあったので、が剥がれかけてるよ。うー、皆さんこんばんは。ゼロイチの情報がつわ、確かに今までの先輩方の飾られてきた表紙の雑誌とかポスターとかたくさん飾ってあります。ここにね、キシユね、自分が飾った雑誌のポスターが飾られるのが夢で、ずっとキシユのも飾ってあった。嬉しい。しかも廊下のみんなが通るめちゃ目立つところに飾ってあって、めっちゃ嬉しい。憧れだったの。うん、キーちゃんちょっとね、無理。キーちゃんちょっと配信終わったら直す。そう、シュープレのポスターが飾ってあったの。念願だった、ずっと。あ、自己紹介するね。ね、なんか暗い？この部屋。ちょっと待って、ごめんなさい、申し訳ない、ちょっと一瞬切れちゃった。お待たせしました。よいしょ。帰ってきてる？みんな帰ってきた？復活？復活？復活。復活
みんな今日はお仕事でしたか？何でしたか？みなさん、前髪伸びた、切らなきゃ。治ってる？ループしてる？無事ですか？声最高にいい。嬉しい。なんか好きな言葉はありますか？言ってあげる。しみゆでよければ。今日はね、朝からお仕事があって、なんで今日は朝からお仕事があって、事務所でその後はミーティングをしてきました。ん？いや、うんってめっちゃ恥ずかしい。お兄ちゃん大好き。なんかその絶妙に恥ずかしいセリフ。でもキーが募集しちゃったからには言わなきゃ。恥ずかしいね。じゃあ今からみんなキシミューのお兄ちゃんに一瞬だけなってください。キシミュー、お兄ちゃんいないんだけどさ、弟はいるんだけど、みんなお兄ちゃんになった？いくよ。お兄ちゃん大好き。もう無理無理、大嫌い。嘘です、大好きです。俺もって言ってる。俺もじゃない。俺もじゃないよ。もう死んでもダメ。死なないで。どうですか？よかった？あとはどんなセリフがいい？いい感じのセリフ募集中。これ取れないとってはよく言う。よく周りの人にすぐ言う。取れないもん、身の回りのもの。大嫌いは人によっては喜ぶやつ。確かに嬉しい。昨日も見てくれてた気がする。何それ、やだ、恥ずかしい、そのセリフ。あ、このね、三脚をねマネージャーさんに借りたの。なぬ？みんな萌えゼリフが好きなの？意外とでもド M みたいな人もいるね。
じゃあ、あ、わかった。これにしよう。ちょっと恥ずかしくなってきちゃった。待って、言うね。ねえねえ、今夜は夢でデートしようね。チーン。恥ずかしいんだ。恥ずかし、恥ずかししました。恥ずかし。これ恥ずかしいんだよ、みんなが思ってるよりも。あとはあるかな。お初です、可愛いですね。お初さん、おはじましめましてさん。あー、いいかもいいかも、そのセリフ。いくよー。恥ずかしい、いざとなると。いい？こっち見た？好きなのは君だけだよ。嫌です。嫌。ブーン。君だけだよ。どう？ありですか？今日の前髪終わってるんだけど。うん、もう、一緒に帰ろ。いや、お仕事、あ、そうですね、やっぱりみんなお仕事終わりとか学校終わりの人が多いと思うので、ド定番のやつ行きます。お仕事お疲れ様。どう？しみる？しみるでしょ、結構。夢じゃ満足できませんが、きしみよも。夢じゃダメ。夢デートダメ。ねえ、なんかツンデレ、みんなツンデレが好きなの、意外と。ツンデレゼリフみたいのがなんか多いね。ちょっとそれ難しくない？照れないでもらえますか？照れちゃった、自分で言って。それは恥ずかしいです。みんな恥ずかしめのね、セリフばっかり送ってくるんだから。
なんて？なんかやばい人ばっかり。背骨引き抜いてあげるね。どう？引き抜かれたい？背骨。お風呂にする？ご飯にする？それとも、わたし。はぁ、死ぬ。恥ずかしい、これ。しびるやつ聞き逃したの、もう一回言ってあげるね。お仕事、お疲れ様。キシミヌちゃんと立って並んだら30センチ以上身長差あるやんって思う夢の中で、キシミヌと立ったらどのぐらいあるかな、みんな身長差。キシミンは145センチです。でも特典会の時とかいつもキシミンがこうやってみんなのこと見上げて、みんながこうやって見下ろしてくるからね、なんかカチッってハマって、なんかよく来てくれる人にゼロ距離特典会って言っていただくことがあるのそうかな、アトラクションみたいな、なんかキシメの特典会とアトラクションみたいって言っていただくことがある。どういうこと？アトラクションとは。でも確かにこのゼロ距離の特典会の身長差の感じはキシメじゃないと体感できない視線とか視界とかが味わえると思います。ドッキリグランプリで知ってからファンズ、嬉しい。インスタライブまで見に来てくれて、今日はポニーテールじゃないんですけど、いつもはちゃんとポニーテールライブではしてますよ。確かにゼロ距離でしょ。キシミヨの特典会はゼロ距離らしい。ゼロ距離特典会って言われて笑ってしまった確かにと思って、なんか普通の女の子だったら多分同じ目線でこう話す感じなんだけど、キシミヨの場合こうなってこうやって上を見上げるでしょ。でみんなはこうやってキヨのことを見下ろしてくるから、カチャってなんかハマってゼロ距離みたいな感じになるの。多分そういうことだと思います。ぜひ体感しに来てください。あ、自己紹介してなかったかも。自己紹介するね。はい、ゼロイチファミリア所属、ボボボワンリ、赤色デカリボン、ポニーテールの覇者、キシミユ、違う、145センチのキシミユカトン、キシミユです。みんな、押してみゆー？キシミユーと、髪の毛今日は下ろしてます。はじめましての方も、配信を待ってくれたみんなも、ぜひ最後まで見ていってくださいね。あ、あとじゃあシェアをしてほしいな。シェアみんな、スクショタイムするからよかったらその写真とかを使ってシェアしてください。めっちゃこれめっちゃお腹見える。服だって忘れてた、ね、リボン結びだけさせて
あら、全然リボン結びにならない。あるあるですね。まあ、いっか。クマ。猫。なんか今日の木猫みたい。ちょっとツンってした猫。今日ストレート髪下ろしてるとね、なんか余計ねツンってした猫みたいな顔になるの。撮れてますか？可愛く撮れてますか？うさぎ。俺、耳。うん。ぴょん。どう？うさぴょんぴょん。あとは、みんなが好きな顔。どうですか？やば、会いたすぎるんだ。早く会いに来て。安定の可愛さ、優しい。撮れました？皆さん、スクショタイム。助かります。救います。今日もみんなのことを救いに来ました。シャキーン。仮面ライダー。レッド。初めて配信来ました。ありがとう。初めて来てくれた人も、なんか今、スクショしたやつとか、載せてくれたら嬉しいです。ツイッターとかに、後で見に行きます。ハッシュタグ、きしみゆとかつけて。ツイートしてね。今日もみんな一日頑張ったご褒美。キーがあげるね。きしみゆーさん好きです。ありがとう、ありがとう。自己紹介したない。あ、した？して、した、した、した、してない、してない、した、したかも、したわ、したよね。したわ。みんなありがとう。あ、みんなに撮ってほしい宿所あるの。これでね、デジタル写真集のね、拡散をしてほしいっていうやつがあるのです。ちょっと待ってね。手で持つから、うまく取れるかな。よいしょ、ちょっと一瞬待って。
がこんなとこにおるんです。ちょっと暗いかもしれない、暗いかもしれないんですけど、見て、どうしたら見える？強くない？これは私です。しかもサイン入り、じゃーん、サインとこれバババババミキシミューって書いてあるやつ、これよね。事務所に貼られるのがずっと夢だったの。そう、今事務所だよ。だからちょっとみんなこれだけ宿所タイムして、下で部屋に戻る。どうやったら映る？むずいよね。映ってる？なんで？なんてかめっちゃむずい。どうしよう。こっち？こうかな。こうして。映ってる。人が来た。取れた。オッケー、取れたね。帰宅。ちょっとここ人通りがあるので帰宅しました。よし、ただいま戻りました。めっちゃレアだよ、あのポスター。キスミューのサイン入りだから。みんな宿所取れた人いたらあれをつけて、デジタル写真集の URL つけて拡散よろしくお願いします。ハッシュタグは書きますね。これをつけてツイートお待ちしております。見に行きます。拡散をよろしくお願いします。初見さんもいると思うので、何のポスターじゃいと思った。そこのあなた、今から自己紹介するから説明するね。キシミュー先日週刊プレイボーイで表紙を飾らせていただきました。イエーイ。さっきのポスターがねそれだったんですけど、すごいキシミにとって念願のシュープレイの初表紙だったので、本当に特別な一冊になっています。でね、そのキシミこのお仕事を始めてずっとシュープレのソロ表紙を飾りたいって口にしてきて、やっと3年かけて叶えられたんです。でここまで来るのにすごいいろんな悔しい思いとかもしたんですけど、皆さんの応援があって
諦めずにここまで来ることができました。でそれぐらいね、大事な大事な週刊ボーイプレイボーイの初表紙なので、なんだろう、今ねもう店頭には並んでなくて10月31日発売だったから、コンビニとか店頭に並ぶ期間はねもう終わっちゃってるんですけど、なんかネットとかで手に何届け届いて手にしてくれたら嬉しいなって思います。でそれに伴って現在デジタル写真集発売中です。イエーイイエ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 イ。なんとデジタル写真集は59ページたっぷり堪能できちゃいます。でね、どんな岸美優が見れちゃうかというと、メガネかけた岸美優とか、初めての表紙の撮影で、沖縄での初めての撮影だったんですけど、海とかビーチでの無邪気な感じの岸美優とか、あとお気に入りの衣装は、なんかここがね、結構ざっくりめに開いてる黒い大人の衣装があるんですけど、その衣装がとってもお気に入りです。大人ミューまでたっぷり59ページいろんな岸ミューが堪能できちゃうので、絶対絶対ゲットしてほしいです。でね、岸ミューランキング1位を目指してます。でこのランキング1位になるには、みんながねデジタル写真集は Amazon とか楽天からでもゲットできるんですけど、みんなにグラジャパっていうサイトでゲットしてほしいの。そうするとランキングに反映されて1位に近づくので、みんなグラジャパっていうサイトからゲットしてください。でね、グラジャパからゲットすると限定カットの特典とかもついてくるので、グラジャパの URL はさっきストーリーに載せてあります。まだの人もね、多分この中にたくさんいると思うから、そういう人にもゲットしてほしい一冊です。みんなの応援で岸見を1位にしてください。よろしくお願いします。今日もねデイリーが出るので、みんな日付が変わる前に23時59分までにゲットしてほしい。で今回ね、やっと3年かけてシュープレの初表紙を飾ることができたんですけど、また絶対にこのシュープレの表紙に戻ってきたいなって思ってるし、普段グループでねバブバババンビっていうアイドルグループで活動してるんですけど、いつかはバンビ全員で7人でもシュープレの表紙になりたいなって思うし、なんかいつか、これライブでも言ったんですけど、バンビのカレンダーとかもいつか出したいなっていう夢があって、そう、なんか事務所の先輩の桃月なし子さんがカレンダーを出されててめっちゃ素敵と思って、だって毎月推しと一緒に日数を日付を過ごせるし、一日一日をその月が終わってもまた次の月で会えるから、なんかすごい365日一緒にいれる感があるのがすごい素敵だなと思って、そういう夢とかもできたりして、でもまた岸見優個人としての目標はまた絶対ソロでシュープレの表紙に戻ってきたいなっていう新しい夢もできました。だからまたみんなと一緒に、誰に無理って言われても絶対に叶えたいなって思ってますだからそのためにはね、デジタル写真集の結果が一番大事だから1位を取りたいの。だからみんな23時59分までに今日の分デジタル写真集グラジャパからゲットしてください。でね、さっきスクショ、もしスクショとかしてくれた人がいたら、なんかそれで拡散ツイートとか
このきしみが固定コメントにしてるハッシュタグきしみゆ、ハッシュタグボボボバンビ、ハッシュタグスープレ、あとはデジタル写真集の URL つけてツイートしてくれるときしみが見に行くので拡散にもなるからすごくありがたいです。いっぱい布教してください。もうゲットしちゃってるっていう人とかもたくさんいると思うから、そういうツイートだったり、あとはお友達とかに布教してくれるのもめっちゃ嬉しいです。コンビニですか？デジタル写真集はネットでゲットできます。誰でも現在発売中のデジタル写真集の方はグラジャパっていうサイトから誰でもゲットできるので、59ページあるからね、みんな絶対ゲットしてほしい。でその URL はさっきストーリーに載せておきました。ラーメン一杯我慢したら見れちゃうぐらいかな。どう？ラーメン一杯我慢してきしみゆ59ページ堪能できるのお得じゃない？だからゲットしてほしいの、よろしくお願いします。拡散してほしい。いい例えでしょ？ラーメン一杯我慢してみんなお願い。キーも一緒に我慢するからお願い。この前お客さんに普及した。そういうのめっちゃ嬉しい、ありがとう。59ページはお得すぎる。しかもね、いろんなきしみゆが見れちゃうよ。しかもやっぱりあのきしみゆも145センチなんだけどね、ずっと145センチコンプレックスで、なんかこの身長のせいでね、雑誌のお仕事は絶対できないってマネージャーさんとかに言われちゃったこととかもあって、すごい悔しい思いをね今までしてきた分、今回初表紙叶えられたのがめちゃめちゃ本当に嬉しくて、だからきしみゆにとって夢みたいなシュープレの初表紙の全てが詰まったのがデジタル写真集になってるの。だからそのデジタル写真集はこのインスタライブを見てくれている人には絶対ゲットしてほしいです。よろしくお願いします。でまた絶対一緒に叶えたい、戻ってきたい、ここにみんなと。だから一人でも多くの人と同じ努力、なんだろう、きしみゆが頑張るその経過を見ててほしいなって思うし、叶った時に、叶うか分からんけど叶った時に一緒に喜び合いたいです、一人でも多くの人と。なので今からでも応援してくれたら嬉しい。てみゆー、でね、最近ね、デジタル写真集の1位を目指してるっていうのもあって、昨日ね寝落ちしちゃったんだけど、ここ最近発売期間毎日配信してるので、ショールームかインスタライブどっちかでやるから、ショールームの方もみんなきしみゆって検索してフォローしておいてください。あともうすぐでインスタグラムのフォロワーさんが22万人を突破します。今 21.9 万人なの。もうすぐでしそうじゃない？めっちゃ嬉しい、本当に念願の。本当にインスタグラムとかさ、ツイッター、きしみゆ芸能アイドルをゼロイチファミリアに所属するまで芸能歴がもう全くなくてゼロだったのね。だからインスタとかツイッターも本当にゼロからのスタートで、めっちゃコツコツ頑張ってきたんですけど、みんながたくさん見てくれるおかげでもうすぐで22万人突破しそうです、インスタグラムのフォロワー様。
で、ツイッターもね、もう20万人が見えてきて、めっちゃ嬉しい。本当にやばい。応援してて楽しい。なんかそうやって言ってもらえるのが本当に嬉しい。なんかきしみゆってさ、結構ちゃんとさ、こういうことをしたいですっていう目標をさ、明確にさ、口にさ、するじゃん？みんなに。で、なんかでもこれって心を意識してることでもあって、やっぱり口に出して言ってた方が、一緒に叶った時の、一緒に頑張ってきた感とか、そういうのが、なんか4倍ぐらい喜びになって帰ってくるのね。悔しかった時の思い出だったとしても。だから、どんな小さなやりたいことでも、叶わないって言われてしまうような大きい夢も、口に出すようにしてるんですけど、だから好きなこととか趣味とかも、これもお仕事につながるかもしれないなと思って、本当に、どうでもいいようなツイートとかもたくさんしてるんですけど、ん？待って、今何の話してたっけ？あ、そう、だから、そう、だから夢が明確にある分、やっぱりみんなも一緒に、きしみゆが悩んだ時とか、困難にぶつかった時はみんなを一緒に同じ気持ちにさせてしまうかもしれないくて、なんか不安な気持ちとかもあるんですけど、今でもあるんですけど、でもきしみゆが思ってる不安をみんながなんか、そんなことよりも、そんな不安の気持ちとかよりも、みんなに支えられてる部分が大きいというか、そう、だからそういう規制が不安な部分でもあったから、そこはなんかそういうみんなが楽し、推してて楽しいって言ってくれるのはめちゃめちゃ嬉しいし、キシミもなんか夢を持っていいんだなって思える。みんなのそういう言葉とか行動とか応援一つ一つのおかげで、だからね、みんな一緒にこれからも大きい叶わないかもしれない夢でも叶えちゃおうね、一緒にね。あーちゅちゅ、こんばんは。同じ気持ちでいたいって言ってくれるのめっちゃ嬉しい。じゃあキーが落ち込んだ時は一緒に落ち込むの？キーはみんなを元気にするお仕事なのに。ね、でもやりがいがあるって言ってくれるとめっちゃ嬉しくてさ、なんか本当に自分も最近は特に実感してて、みんなのおかげで、ほんとちょっとずつだけど、一歩一歩一つ一つやりたいことがどんどん叶っていって、シュープレの初表紙もそうだし、ゴールデンの番、地上波でドッキリかけられるっていうのも、ずっと憧れてたし、ずっとやりたかった声優のお仕事とかもこの前やらせていただいて、そう、なんかちゃんと、なんだろう、口だけじゃなくて、ちゃんと努力をして結果に残したいっていうのはずっと思ってるから、最近それが特に実感できててめっちゃ嬉しいです。みんなのおかげだから、みんなまたきしみゆの新しくできたシュープレに戻ってくるっていう夢と、今回初めて初表紙をした
決まった瞬間に立てた目標、絶対マンスリーでも1位を取るっていう目標を、まず目の前のその目標をみんなと叶えるために、みんなにはデジタル写真集をいっぱいいっぱい応援してほしいです。一番大事な結果なので、それがデジタルがゲットしてない人もグラジャパからゲットしてくださーい。よろしくお願いします。そとか最近だと番組の面談とかにも行かせていただいてて、いくつかすごく嬉しい。なんかね、キセミ話すのもともとこんな全然喋れなくて、なんか01ファミリアにね所属するとね、先輩のまずお手伝いをから始めるんですよ。大体キセミは特に芸能の活動歴とかもなくて、もう本当に何にも右も左もわからないような、本当にただの女の子だったから、先輩のお手伝いからまずさせていただいたんですけど、本当に2年ぐらいその期間があったのかな。そうで、そこからアイドルになって、今ちょうど3年目ですかね、ババババンビとしては。そうなんですけど、本当にお手伝いをしてる期間とかもめっちゃ長くて、キセミは145センチで、なんか仕事がねない時期とかもあったの。やっぱいろんなねお仕事にこの身長がすごく弊害になってしまうことが多くって、やっぱり普通、何度普通になりたいと願ったことか、特別じゃなくていいから普通の身長になりたいって毎日思ってたし、今でも思う時はあるけど、やっぱり仕事面であるけど、でもその身長を今では好きって言ってくれる人もいるし、この容姿だからできたお仕事とかもきっと中にはあるだろうし、だからまあ今ではちょっとずつコンプレックスを好きになれるように頑張っております。でもそう、今でもやっぱり身長のせいでお仕事が限られちゃう時とかもあって、すごい悔しい思いを今でもするけど、でもそれでも今マネージャーさんとかとたくさんミーティングして、こうやってこのコンプレックスを魅力に変えられたらいいねってお話しして、番組とかの面談とかも受けさせていただいてるから、すごいもうそれだけで嬉しい。キセミ本当に2年ぐらいずっとお仕事なかったから、そんな人いないんじゃないと思うけど、今事務所の後輩とか見てると2年仕事ないのやばし、よく辞めなかったなと思う。でもその理由って、なんか一人でも自分を何求めてくれる人がいたから、そういう人が一人でもいるまではずっとずっと続けたいなって思うし、やっぱ負けすぎないなのでね、こう見えで。だからこんな女の子がシュープレの表紙を飾れたっていうのが本当に奇跡みたいな話で、こうやって今たくさんの人に配信を聞いてもらえてるのも、もう考えられないの自分からしたら。だからこそキセミは人一倍初心を忘れないし、人一倍一つ一つのありがたみがわかるし、これからもそれは絶対忘れないでいたいなって思います。
お仕事もそうだし、普通に生活してる上でもね。つい数日前に買った写真集、嬉しい、買ってくれてありがとう、嬉しい。だから本当にシュープレの初表紙になれたのは奇跡みたいな話で、でまたここに戻ってきたいっていう、もう目標ができてしまったので、みんなまたこの奇跡一緒に叶えてくださいみんなの力にかかってるからね。もうきしみんもできることは全力で頑張るけど、やっぱみんながいないとこのお仕事はどうにもならないので、きっといい女性になるよ。本当になるかな慣れたらいいな。そうね。あとはそうだ、ライブがね、みんなに来てほしいライブが何個かありまして、まずは次のライブが11月19日にあります。でこちらはストーリーにも URL が載ってるので、直近で会えるのはその日です。きしみんはもう会いたくてたまりません。ちなみにで、あのね、11月もう残り3つなのライブでね、中野サンプラザで10月ライブ少なかったのに、この10月入って、11月入ってからシュープレの表紙とかあったり、話したいことはたくさんなのに話す時間が足りなすぎて、キシミュー全然話したいってない、ちなみにだから11月終わる前に会いに来てほしい。あとライブ 3つあるからね。11月19と、いつだっけ ?23? 水曜日の祝日。と、あと、26だっけ、いつだっけ19と23と26だったような気がするんだけど、ストーリーにとにかく3つライブ情報書いてあるので、そこからチケットの URL も載せてあります。会いに来てください。でそしてババババンビ4大都市主催公演も決定しております。3月18日愛知、3月19日大阪、3月26日福岡合ってる？ひしめいつもメモを見て言ってるんだけど、もういっぱいインタビューとかで答えたら覚えてきた、だんだん。そして一番最後は4月8日東京ドームシティホールでのワンマンライブです。四大都市を回らせていただくので、お家が近いって今思った人は、あの予定開けといてほしいです。まだねチケットが発売前なので、年末年始あたりに多分発売するかなって思います。4大都市のチケットは、だから日程だけ確認して会いに来てください。バンビのホームページにね全部詳細載ってるからね。あとね、みんなに1個聞いてる日があって、まず12月12日にバババババビの年内最後の定期公演もあります。この日は、バンビだけの定期公演は、この日が2022年ラストなので、12月12日、待ってます。チケットは、チケットはね、先行がちょっとこの前終わっちゃって、一般がまた19日からスタートします。そして、クリスマス12月24日クリスマスイブになんとキシミューに会えちゃいます。チケットは発売中です。ババババンビの公式ホームページとかツイッターチェックよろしくお願いします。ライブがあるんですけど、年に一度のクリスマス一緒に過ごしてください、キーと一緒に。でじゃーん、見てフライヤーアップ、
12月28日。これは、もう、バンビもそうだし、キシミューにも、一番最後に会える日。年内最後、もうキシミュー納め、してほしいんですけど、この日はゼロイチファミリアのアイドルグループ3つが大集結する忘年会ライブになってますね。で、ヒューリックホールっていうめっちゃ広いホール会場でやらせていただくので、はじめましてさんとかも定期公演はいつも多いのが特徴でもあるし、バババと騎士団のみんなには会えるって期待してていいですか？キシミユ。待ってるね。この日もチケット発売中ですので、ホームページのチェックなどよろしくお願いします。じゃん、お待ちしております。この日最後です。会えるの12月28日、チケット発売中だよ。今言ったライブは特に来てほしい日かな。来やすいライブでもあると思うので、ちょっと勇気がいるなーって方も勇気出して会いに来てください。ライブ後にはほぼ毎回特典会って言ってチェキを取ったりお話しできる機会もあるので、ゼロ距離特典会らしい、騎士団曰くゼロ距離特典会っていうらしいので、みんな会いに体感しに来てください。ゼロ距離待ってまーす。ということで、ちょっともうそろそろ終わろうかな。ね、日付変わる前にデジタル写真集ゲットしてね。あと2分。じゃあ、この後、エゴサしに行くので、ハッシュタグ、URL つけてツイート待ってます。せーの、それじゃあいい、夢見ろよー。おやすみー。ゆー。あ、撮影会完売もありがとね。デートコーデで会いましょう。じゃあねー。